ハロー、エブリワン。この展開、見たことあるような。今回は、またズラ側を借ります。アルメタさんがね。どうせズラではないんでしょう？うん、正解。さすがだね。天才だね。まあ、ミタイルってのは、さすがに考えてませんでしたが。私の予想だと、これは2とひどいクエストなのでは？少なくとも、以前買ってもらったホステオよりは、明らかに普通だろうね。ふむ。なんか変身したんですが。こいつらの最大の特徴だね。姿だけでなく、攻撃方法や能力、肉質の値、声まで変わります。今変身したのは、遠距離モードですね。距離を取り、ブレスを主体に攻撃してくる形態です。って何2発も食らってるの。思ったより範囲が広くて。二人で一体ずつの、分担作戦ですかね。一応先行玉湧くんですね。この最初の形態だけだよ。一度変身したら、それ以降はもう効かなくなる。たか。この赤くて筋骨隆々の姿は、パワーモードですね。動きは鈍いですが、攻撃力補正が一番高い形態です。あ、もう一体の方が来てしまいましたか。こちらも、さっきとは違う形態に変化してるようです。あれは広範囲モード。広範囲かつ、結晶やられつきの攻撃を多用してきます。結晶の鎧をまとってるせいか、防御力も地味に高いです。とりあえず、私が狙うべきはこっちですね。今度はこちらが遠距離モードですか。この変身って、どの姿になるとかの規則性はないんですか？ないよ。完全にランダムだね。ただ、1500ダメージごとに変身するってのは決まってる。こいつらの体力が25000だから、特へ26回変身するわけだ。2頭合わせると、32回変身か。え？ということは、これ2頭食えなのに、体力減少補正とかない感じですか？一切ないよ。1頭それぞれが、単体食えと変わらない強さだね。それを2頭同時に、しかも20分で枯れとおっしゃいますか。イベント防御を検知バンナー両方フルに作るなら、これを約20回やらないといけないのよ。次回もこれの同胞食えを紹介すると思います。お楽しみに。この時点でまた、次回のモンスターが何かバレちゃいましたかね。おっとこれは。2連攻撃だね。もう一頭も同じ動きしとったな。この防具だと体力全消しなんて、注意するべし。根性は発動するけど、結晶やられになっちゃうから、追撃されたらほぼ死にます。左の方が、また遠距離モードになりましたね。右の方も変身した。ってあの姿は初めてですね。あれは全開放モード。すべての形態を複合した、最強形態です。そして変身後に確定で行う攻撃がこれ。結晶のかけらを散りばめ、それを一気に爆発させる大技です。凄まじい威力に加え、もちろん結晶やられつきです。また、有風圧の範囲が、非常に広いです。判定は短いですが、食らった時のリスクが高すぎるので、素直に離脱推奨かな。これはナルガさんのモーションですね。そしてなんか飛んできた。遠距離モードを放置するのは危険そうだね。かといって、あの全開放モードもやばいしなぁ。こんな遠くまで届くんですか。しかも、膨張して横範囲もぐんぐん広がってるし。二遠くへだと、遠距離モードの厄介さが大幅アップするね。お、全開放が終わったか。動きが鈍って遠距離攻撃も少ない、パワーモードなら、ある程度放置しやすいね。ちょっと。マジなんなんですかあの人。そんなに私に火吹きたいんですか。いや人じゃないだろ。おっと、もう片方もパワーモードになったか。そういえば、なかなかあと一つの形態を紹介できないな。走るだけで軸抱きするとか、本当にすごいパワーですね。ラーさんやアイビルさんでも、あんなこと起きないしね。む、こっちに来てしまいましたか。軸抱き起こしながら。そして、また遠距離モードですか。私その携帯、嫌いになっちゃいましたよ。まあ接近戦できるなら、マシな部類の携帯だからさ。距離を取ろうとしても無駄です。しつこく密着して、ボコボコにしてあげましょう。っていうかそもそも、壁際でしたねここ。そりゃ接近が簡単なわけです。これは広範囲モードだね。
ちなみにこの携帯と初期携帯、姿は似てるけど別物です。一番最初の姿は本当に最初だけで、一回変身したらもうあの携帯には戻りません。だったらいらなくね、とは思いますけどね。最初からランダムで、どれかの携帯になってりゃいいんじゃなかろうか。クリスタルトルネード来るぞ。うわぁ。あ、虫キング。見事に竜巻に投げられたな。なんか体に付着物が、しかも動きが。それが結晶やられた。動き大幅低減、スタミナ最低まで減少、溶けないと爆発して大ダメージの非常にきつい状態以上。あ、やっと残り一つの携帯見せたな。手前にいる、水色のやつがスピードモードです。しっぽリターンしましたね。ナルガの動きが特に濃く、俊敏性に長けています。ガツガツムシャムシャ、マンククー。こんがり肉じいってスタミナ全回復するんですが、皆さん知ってました？まあ競争薬飲んでれば、そもそもスタミナ減ることすらないわけですが、もったいないので使いません。さらに言うなら、結晶無効のスキルをつけていれば、結晶やられになることすらないわけですが、そんなのつけたら面白くないので結果です。戦ってるのは私なんですが、この前全く役に立たなかったんだし、このぐらいの貢献はしてちょ。また結晶攻撃を多用するモンスターと戦うことになるでしょうが、今の二つの点については変わらないんじゃないかな、多分。まだだいぶ先の予定ですけどね。む、全開放きましたか。この携帯、パワーモード並みの攻撃力と、スピードモード並みの俊敏性を、兼ね備えているようですね。その上、遠距離攻撃や広範囲な攻撃、独自の大技も完備してるし、やっぱこれが最強携帯にふさわしいね。幸い、防御力は低めなので、攻撃を集中させて早く変身を促したいところ。もう動画タイトル、水あるネタでいいんじゃないかな。あ、お前のこと、素で忘れてたわ。ごめん。詰めないで。ほら。そろそろいつもの頼むから。え？見る？突如として発見された、謎の竜。別名、コッコ竜。他のアンノーンと類似点が多く、第二のアンノーンとして扱われていたが、区別するためか正式に名前が与えられた。なんとも個性的な名前ですね。ミルとは、アイヌ語で星の輝きを意味する。こいつらがまき散らす、結晶の欠片をイメージしての命名と思われる。最大の特徴はやはり、この化けるという能力。体育、体色、顔立ち、結晶鎧、角、感触、生体、身体能力、肉質、状態異常体性、攻撃方法。これら全てを一瞬で変化させる。この変身は規則性が存在しない、まさに変幻自在そのものである。ウォーゲーム参戦が決まって、調子こいてるあいつが思い浮かぶな。しかも変身する際、体内に打ち込まれた毒素感染状化、体力も一定まで回復してしまう。これにより、状態異常や高速系の効果が非常に小さい。罠や閃光玉も効くのは最初のみで、一度でも変身すれば、完全な抵抗力を獲得してしまう。アンノーンと同様に、口から装飾混じりの鮮やかな炎を吐き出す。竜結晶と呼ばれる、鉱物質の結晶を身にまとう。ハンターに付着すると、自流とスタミナを大幅に奪う上に、自分爆弾とか危険極まりない代物である。骨格的にはレック姿の非入手そのものだが、情報の少なさゆえに、現時点では分類不明とされている。容姿は老古竜、ズラガンアと酷似しているが、似ているだけで完全に別種だと思われる。これらの要素はアンノーンも同様である。あっちも、見た目はレイヤだけど別物だよ。分類もわかってないよ。っていう感じだからね。その戦闘力、牽制、希少性と、アンノーンの前例から、このミルもまた、波の固有を軽く超越する存在であると推測される。ちなみにプレイヤーからは黒ズラと呼ばれていたが、正式名称が判明してからは、そちらで呼ばれることが多くなった、と思う。たった2文字だからね、募集分でも楽だからね、仕方ないね。さて、そろそろ10分経つのに、未だに陽光健在なわけですが、変身時に、過剰な分のダメージを回復しちゃうし、高速もあれだしで、数値以上にタフに感じるよね。まあそもそもその数値自体が、ラおじいちゃん役そばになりなんだけどさ。おっと。あの突進、怖いですね。実際避けにくいしね。早いしやたら追尾してくるし。ズラガンあの時から、ガンナー殺しだったからね。やはり10分経過しましたか。
これソロプレイだと、相当厳しそうですね。パートナー&ラスタども込みで言ったら、なんとか間に合ったよ。完全一人は、上手い人が鍵ばっかって、くらいじゃないと無理っぽい。まあ約20回行くことになるし、素直にパーティープレイ推奨だね。それですら普通に失敗があり得るけど。そもそも、次にこれが配信されること自体、いつになるのやらって話ですが。決勝大爆破の連発やめちくりませんかね。危険すぎてうかつに近づけない。判定は短いけど、食らったらほぼ終わりそうで怖いんですよ。と思ったら、ようやく一体倒しましたね。これでもう、油断しなければクリアは固いかな。ほんと、油断さえしなければ、ですね。早速お二人ちょいヤバそうですし。そしてこの全開放モードである。と思ったら、すぐに死んだの巻。そしてクリアの巻、です。お疲れ様でしたー。お疲れ様でございましたー。おい、そこで寝転がってるやり。お前も言えよ。俺は今回、言わなくていいんじゃないかな。いや、ちゃんと仕事したじゃん。それだけで十分だって。やっぱメインはお前なんだからさ。土は神もぐくらいのもんだと思ってさ。おい、ちょっと待ちやがれです。ま、今回はそれでいいや。両方、全開放モードで力尽きてますね。死体になってなおも、恐ろしい姿で威圧されるようです。まあ常駐のつくほどじゃないけど。ちなみに剥ぎ取り回数は4回ですが、この時も報酬ブーストで1回増えてるみたいですね。2体合わせて、10回も剥ぎ取れますね。10回間に合うかって問題はありそうですが。なんとか間に合いましたか。2体間の距離が遠いと無理だろうね。それではご視聴、ありがとうございました。